こんにちはここからはアプリケーションを内製化する際のデータベース選択指針と題しまして Google クラウドのデータベーススペシャリストをやっております佐藤が発表いたしますではまず最初にですね内製化で考えなければならないデータベースの要素とは何でしょうかちょっと考えてみましょうまずデータベースこれはシステムの要だと思いますアプリあるところにデータベースあり まあそういうときにですね、システムで使うデータベースはたくさん種類がありますけれども、どれを使えばいいんだろうと。例えば何か使いたい機能がある場合、その機能を持ったデータベースを選ぶべきでしょうか。他にも、機能以外でも何か選択する基準っていうのがあるんでしょうか。こういったものを考えていきますよね。そのときに参考になるものとして、例えばこういったものがあります。こちら、IPA ですね。情報処理推進機構。こちらが公開している、機能要件グレード2018。 こういった資料があるんですけれども、ここによりますと、システムに求められるさまざまな機能要件、つまり機能的なもの以外のもので、例えば、可用性、これはシステムの継続、対障害性、災害対策などの要件になります。他にも、性能と拡張性、データベースというとよく性能が欲しいとか皆さん思いますよね。こういういに 通常時及びピーク時のレイテンシーやスループット、またリソースが拡張できるかどうか、こういった要件も考える必要があります。もちろんデータベースなので運用性とか保守性、こういったものも重要ですよね。バックアップはちゃんと取れるのかとか、メンテナンスはどうなっているか、障害時はどういった運用をするべきか、こういったものも考えていく必要があります。そしてもちろんセキュリティ、まあ、セキュリティといえば認証、認可、監査、暗号化、こういったものがあると思います。 これはまだシステムの話なんですが、じゃあそのシステムの中にあるデータベース、こちらにはこれらで当てはめると何が求められるか。例えば、可用性を見てみると DB の稼働率、あとは RTO、RPO、いわゆるあの障害が起こったときにどのぐらいの停止時間があの許容できるかとか、あと、例えば、データがまあた、まあ、万が一飛んでしまったときにどのぐらい前の時間まで巻き戻しを許すことができるか。こういった指標などがあります。 他にも、当然、性能性と、性能と拡張性であれば、DB がスケールアウトできるか、ストレージが拡張できるか、運用と保守性を考えると、DB の運用監視、もちろん、バックアップ、メンテナンス、障害時の運用、こういったものを考えていく必要があります。そして、セキュリティは当然、DB にも適用することができます。DB アクセスに対する認証、認可、監査、そしてデータの暗号化、こういったものを考えていく必要があります。 これが、えー、例えば今、クラウドだからこういったことが非常,非常に容易にできるような時代になってきたんですけれども、もともとこういうのをオンプレミス時代からやってきたわけですね。そうすると、この引きの要件というのは、どん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 運用負担が増えていくものの一つでした。引きの要件を満たすためには、データベースサーバーに様々なものが求められます。でオンプレミス環境では、こう各ハードウェアやデータベースサーバー、 さらにはデータベースサーバーの中の OS、このような部分に関しても運用が必要ですので、さまざまな運用負担が生じておりました。特にデータベースの効果要請、これを実現するには、この上記すべてについて、例えば上調構成を考えたり、さらにはこれを構築、運用していくという非常に負担があったということです。 これをクラウド時代では、マネージドデータベースに全て任せてしまうことができます。そうすると、これらの運用負担というのは全てなくなり、お客様、ユーザーの方は、アプリの最適化やチューニングにこう集中することができるわけですね。まあ、ここまでは前振りになるんですけれども、ではじゃあ、このマネージドデータベース、Google Cloud ではどのようなものを提供しているのかを見ていきましょう。まず、この2つ目のセクションでは、マネージドデータベース全体の解説を行います。 そして次のセクションでですね、内製化に向いたデータベースはどうやって選べばいいのか、こういった観点で紹介していきたいと思います。まず、Google Cloud におけるマネージドデータベースの選択肢です。実は結構たくさんあります。多分これを見た,見た瞬間にあ、あ結構いっぱいあるなと思われた方いるんじゃないかなと思います。たくさんあるんですけれども、これ、どんどんあの大きくこう第2個に分類してみましょうと。そうするとですね、結構選び方が見えてきます。 まず、えっ、ー、と、一旦ちょっとここからですね、ビッグクエリーを外します。なぜかというと、まあ、今回紹介するデータベースというのは、アプリとかシステムの裏側で利用するデータベースです。いわゆる、あの、OLTP 系のデータベース。こういった呼ばれ方をするかと思います。ビッグクエリーはデータ分析系のサービスなので、一旦ここでは除外して、まずはシステム、アプリケーションの裏側で使うデータベースにフォーカスしたいと思います。これを2個に分類してみます。そうするとですね、一つが、こう左側。 OSS または商用のマネージドデータベース、そして右側、クラウドネイティブデータベース、この2つに大きくこう大分類することができるかなと思います。まず、この1つ目のこの OSS または商用データベースなんですけれども、これはこれまで例えばオンプレミス環境ですとか、あとはさまざまなこう、例えばまあクラウド上でもですね、 コンピュートエンジンといったイン VM 上ですね。VM 上でインストールして使うとか、使うことができる OSS または商用データベース。これをマネージドサービスとして提供したものになります。多分皆様がよく使い慣れている、もしくは聞き慣れた Redis、Memcache、d MySQL、Postgres、SQL Server。こういったものをマネージド DB として使うことができます。なのでもし皆様がですね、この、まあ、 これらのデータベースにすごく、こう、ま、親しみがある場合は、これらをフルマネージドデータベースとして使えますので、非常にあの便利な選択肢になるかなと思います。ちなみに、このマネージドデータベースなんですけれども、中身がこうマネージドデータベース、マネージドサービスになっているだけであって、この、その、なんですかね、何か特殊な技術が使われているってわけではなくて、中身は普通に OS の上で動く RDB がこう起動している形になります。 一方で、クラウドネイティブデータベースです。これはですね、クラウド環境に合わせて設計開発されたマネージドデータベースになります。例えば、クラウドスパナー、クラウドビッグテーブル、そしてファイアストアこれらがクラウドネイティブデータベースと呼ばれるものに該当します。クラウドネイティブデータベースは、クラウド上のこの複数のゾーンとかリージョンがあることをもう前提として作られているんですね。なので、これらをあの存分に活かした可用性の高さ。 ですとか、あとは、まあ、クラウドというのは、もう柔軟に、こう、インスタンスを追加することができますので、これを活用して、スケーラビリティの向上、こういった機能を、その、あの、初めから備えております。結果としてですね、例えば、あの、まあ、データベースといえど、中身はソフトウェアなので、アップグレードとかメンテナンスというものが起こりますが、これもですね、あの、こう、裏のリソースの仕組みとか、可用性の仕組みを使って、こう、無停止で行うことができます。 ちなみに、この a l o i d b 最近あのニュースとかに登場したのをお聞きになった方もいらっしゃると思うんですが、これ、両方の間の中間の円の中にいますよね。これ、どういうことかといいますと、a l o i d b は表向きは Postgres をそのまま使っているように見えるんですが、裏の仕組みをちょっといじっておりまして、この Postgres とクラウドネイティブデータベース、この2つのまあいいとこ取りをしたような、2つの特性を持ったデータベースになっております。この辺の仕組みをちょっと紹介していきたいと思います。 まず、クラウド SQL ですね。クラウド SQL が中身どういった仕組みになっているかといいますと、先ほど軽く紹介したとおり、こちら中身は OSS または商用のマネージドデータベースになります。なので、あのまあ、抜本的に違うところというのはそんなにないんですね。例えば、この絵を見ていただくと、一番この左側というのがこのあ、この黄色い箱がゾーンだと思ってください。今、ここに3つのゾーンがあります。 その時に、まず一つのゾーンで VM が上がってきて、そこに、例えばここの例では、クラウド SQL for Postgres の例なんですけれども、VM のこのプライマリーのデータベースが上がってきています。基本はここでアプリケーションは読み書きを行うという形になります。で、この書き込んだデータベースに書き込んだデータというのは、当然ディスクに行くんですが、クラウド SQL では裏では永続ディスクとして PD と呼ばれる、Google クラウドが提供している永続ディスクを使っております。 これは、例えば、あの、皆様が、コンピュートエンジンを使った時に、裏で使っているディスクと同じものになります。なので、基本的に、あの、オンプレミスで動くポスグレットですね。あんまり差がないんですね。ただ、唯一違うところといえば、Google Cloud では、この PD について、リージョン永続ディスクという、まあ、このリージョン永続ディスクに書き込むと、複数の像にコピーをしてくれるディスクがありますと。ここを活用して、 プライマリーに書いたデータは必ず、まあ、HA 構成の場合は必ず他のゾーンにですね、プライマリーと異なるゾーンにコピーが行われておりまして、で簡単にもし障害が起こったときはスタンバイ側を使うことができる、まあ、要はディスク間コピーが行われていて、そこであのスタンバイ側に切り替えることができるということですね。こういった仕組みがあります。ただ、まあ、ポストグレから見たこの仕組みっていうのは基本的にあのオンプレで実現できる仕組みと何ら変わりはありません。 また、リードレプリカを作ることができますが、これは、あの、Postgres の標準のレプリケーション機能を使っております。そして、こういったまあマネージドデータベースとして提供しているんですけれども、一般にデータベースといえば書き込み性能が一番ボトルネックになりがちですと。なので、こちらについては、マネージド DB になっても、基本的にあの変わらない部分です。そこを解決しようとして登場したのが、アロイ d b になります。この左側、今紹介したクラウド d SQL のアーキテクチャですが、 ROIDB は何を変えているかと言いますと、見た目上表向きにはあまり変わっておりません。基本的にやはりプライマリーのインスタンスがあって、スタンバイがあって、そしてまあリードレプリカ。ROIDB ではこれを読み取りプールというふうに呼んでおります。が、このディスクのストレージのレイヤーとですね、このプライマリーのインスタンスの間に、リージョナルログストレージサービスというものを挟み込んでおります。まあ要は、ここはですね、一番ボトルネックになりやすいディスク IO のところ。 ストレージレイヤーのところを独自に拡張できる仕組みに差し替えておりまして、ここのおかげで書き込み性能を向上することができたということになっております。また、結果として書き込み性能だけではなく、レプリケーションラグですとか、あと可用性ですね、こういったものも大幅に向上させている、これが a r o i d b になります。さらにですね、クラウドネイティブ d b 例えばクラウドスパナ a の例を取り上げてみましょう。クラウドスパナインスタンスは、こう、ゾーンごとにタスクが起動しております。 例えば、ちょっと一つ前の画面に戻りますが、基本、クラウド SQL も a r o i d b も読み書きは、この、ある一個のゾーンにあるプライマリーインスタンス、つまり一つのインスタンスで行うんですね。一方で、一ノード構成であっても、必ず裏にはですね、三重化されて、すべてのゾーンに、こうで、プロセスが配置されております。なので、例えば、 書き込み時は基本的にこのリーダーと呼ばれるノードがある場所のゾーンで書き込みを行うんですが、裏で同期レプリケーションが常に行われておりまして、例えばノード1が落ちる、もしくはこのゾーン A が落ちる、こういったことが起こったとしても、自動的にゾーン B、ゾーン C のレプリカの方に速やかにフェイローバーしまして、処理を止めることなく継続することができます。また、このレプリカはですね、 あの読み取り専用として使うこともできるので、例えばこの絵,のこの絵には書いておりませんが、例えばこちらのアプリケーションがレプリカの,あのデータを読みたいという場合も、こういうふうに読むことができると。まあ、このようにですね、書き込みと,、えー、と読み込みがあのどっちでも使うことができるようになっております。例えば、障害が起こったときにはこう、ゾーン A が落ちてしまいました。 こういうときはですね、自動的に残りの B のあ、残りのゾーンのどちらかの、あの、レプリカがリーダーになりまして、処理を継続することができます。でもちろん、あの、ゾーン A が復旧した後は、この、一時的になってしまったデータは再度ゾーンの A の方に戻されるという形になります。結果として、クラウドネイティブ DB であるクラウドスパナーは、停止時間なく、つまり RTO がゼロですね。データ欠損もなく、RPO もゼロ、まあ。こういった、あの、非常に可用性の高い、 あの環境を作ることができますまたこれは e v ですねシングルリージョン例えばあの東京リージョンだと思ってくださいの例になっておりますけれどもこの仕組みのままですねマルチリージョンに拡張することもできましてこの場合であってもあの例えば東京大阪マルチリージョン構成を使うことによって例えば東京リージョンが止まったときであっても大阪リージョンで処理を継続するこういった仕組みをそのまま使うことができます。 今、可用性の話をしましたけれども、クラウドネイティブ DB は拡張性も優れております。例えば、左側、ノード1、あの、1ノード構成の時の図ですね。じゃあ、2ノード目がこう追加された場合、どうなるのかというと、2ノード目が、まあ、これは今、あくまでゾーン A に1がいた場合に、ゾーン2に2のリーダーを作っていますけど、まあ、こういうふうに2のゾーンでですね、どこかのゾーンでですね、あの、ゾーン、ノード2が上がってきます。で、もちろんレプリカは全てのゾーンにいる形になります。 まあこのような形で、ノード1、ノード2。で、今、ノード3、ノード4というふうに足していったとしても、すべてのゾーンでこうプロセスが上がってきていて、で、さらにそれがですね、アプリケーションからは、どこに何のノードがあるかということを意識することなく、エンドポイントにつなぐだけで自動ルーティングされます。で、また、自動ルーティングされた中で、内部でですね、ノード1とノード2のデータが両方同時に使う。例えばま、またがって、あるテーブル A とテーブル B をジョインするとか。 こういったときは、自動的に分散処理が行われまして、透過的にアプリケーションは裏の仕組みを意識することなく使うことができます。今、エンドポイントに使うつなぐと自動的にルーティングされるという話がありました。このアプリとデータベースの接続方式の違いについてもちょっと触れてみましょう。OSS と商用のマネージドデータベースの場合は、基本的に先ほど何回か申し上げたとおり、基本的に OSS とか商用 DB の中の仕組みをそのまま使っているんですね。 なので、接続についても、例えば、そうですね、アプリケーションから Java を使っていたとして JDBC のドライバーで、こう、データベースのインスタンスに IP アドレスを直指定で接続したりしますよね。クラウド SQL であっても同じようにですね、例えばユーザーのアプリケーションがあった場合は、例えばこの例では MySQL ですけど、MySQL 用のドライバーを使い、で、クラウド SQL のこのインスタンスのこの IP アドレスですね、IP とポート、 これを直接指定して接続に行きます。なので基本的にあの使い勝手というか接続方式はこれまでと大きく差がないというのがこの OSS 商用のマネージド DB、つまりクラウド SQL、メモリーストア、あとそしてアロイ DB もそうですね、の仕組みになっております。一方でクラウドネイティブ DB と呼ばれる方、クラウドスパナー、クラウドビッグテーブル、そしてファイアストアはこは、 外にですね、API のエンドポイントがあります。例えば、スパナーの場合は、このスパナー Google APIs.com というふうな名前のエンドポイントがありまして、そこにこ GRPC 接続を行います。まあ、GRPC という言葉が今出てきましたけれども、ユーザーはそれを意識する必要はなくて、クラウドスパナーのドライバーが自動的に行います。 このようにアプリとデータベースの接続方式も若干違うのであの、初めちょっと戸惑うかもしれませんが、こういう違いがありますよっていうふうに、まあ、2種類ありますよっていうのを意識していただけるといいかなと思います。ちなみに、クラウドスケールを使われる方で、オースプロクシーというのがあるらしいというのを聞いたことがあるかな、ある人もいるかなと思います。オースプロクシーは、ちょっとあの、まあ、プロクシーという名前がついてるんで、ちょっと紛らわしいところがあるんですが、何をこれを行ってくれるかといいますと、基本的には経路の暗号化。 あとは、IAM による認証を容易に実現する。このためのプロキシになります。何かこう、通信の経路をなんかプロキシするとか、そういったものではなくて、あくまでもこう暗号化処理とか、認証処理、こういったもののプロキシになります。例えば、これ、こちら、あのユーザー、ユーザーのアプリケーション環境ですね。例えば、コンピュートエンジンとか、クラウドランとか、もしくはオンプレミス環境でも良いでしょう。ここにユーザーのアプリケーションがあったときに、 通常は、マイ s スケールのドライバーから直接、クラウド SQL のインスタンスにつなぎに行きます。この時に、オースプロキシをクライアントとして挟み込むことによって、アプリケーションからは、オースプロキシにローカルで接続。例えば、だから、127001につなぐみたいな形ですね。を行い、そうすると、オースプロキシは自動的に、クラウド SQL のインスタンスまでの経路を暗号化した上で接続に行きます。あと、必要に応じて IAM 認証とかの処理を挟み込むこともできます。 これ、もともとですね、やはりあのクラウドスケールがパブリック IP で接続することがあったというまあ制約からですね、ここの暗号化を容易にしようという背景がありまして、提供されているものにあります。注意点としましては、オースプロキシーを使うときは、パブリック IP、もしくはプライ,プライベート IP、どちらでも構わないんですが、ネットワーク的にここが直接接続できるようになっている必要があります。 なので、例えばよくある質問として、あのクラウド s ー l にパブリック IP を使いたくないですプあの。プライベート IP だけ生やしています。その時に、外のオンプレミス環境からすこのオースプロキシーを使ってつなげませんかって,って聞かれることがあるんですけど、それはあの申し訳ないんですけれども、つなぐことができません。なぜならば、あのこのクラウド s ー l はプライベート IP しか持っていないので、インターネットの外にいるこのオースプロキシーから直接つなぐことができないからです。 他にも、あの、クラウドスパナーの Postgres q l のインターフェースの話を聞かれた方こと、方がいらっしゃるかもしれません。先日、あの、GA になりました。こちらですね。あの、もともと、クラウドスパナーは、クラウドスパナー独自の、あの、SQL の方言を使うようになっているんですけれども、これを Postgres と互換性のある SQL を使えるようにした。これが、この機能になります。この機能を有効にすると、クラウドスパナーインスタンスの中に、p o s t g r e SQL 用の SQL や DDL、 例えばテーブルの定義ですね。こういったものをあの書くことができるデータベースを作ることができます。ちなみに、データベースを作る際にです、ね、選択肢をこの2つから選ぶだけです。でこれを作るとあの、例えばユーザーのアプリケーションから、つなぐときはクラウドスパナーのドライバーというのは変わらないです。接続方式がクラウドスパナーなのでそこは変わらないんですが、アプリケーションの中で書く SQL を、Bostgres の方言の SQL を書くことができるようになります。 ちなみにですね、じゃあ、あの、通常の Postgres 用のアプリケーションから直接つなげないのかという話をよく聞きます。例えば、PSQL コマンド。これは、あの、Postgres q l に CLI でつなぐためのコマンドですが、こういったものを使いたいという声があります。その場合はですね、PG アダプターというものがございまして、これを、あの、例えば、じゃあ PSQL コマンドを使いたいマシン。例えば、そういったマシンってよくラップトップとかで使うと思うんですけれども、ラップトップにこの PG アダプターを入れていただいて、起動し、 そこの PSQL コマンドからこの PG アダプターにつなぎます。そうするとここでプロトコル変換を行って、ここから先はクラウドスパナーの通信になり、通信をすることができるという形になります。今のところですね、この PG アダプターというのはあくまでも管理ツールなどを接続する目的で使うことが想定されています。なので、例えばユーザーさんのアプリケーションを使う際は、基本的にはクラウドスパナーの用のドライバーを使っていただき、その中でボ o s レ g r e 用の SQL を使う、こういった形になります。 今話したネットワーク的な話をですね、俯瞰するとこのような図になると思います。例えば今回内製化の話ですので、よくクラウドンの話が出てくると思います。クラウドンはですね、こうユーザーの VPC の外にいますので、例えばクラウド SQL につなぐときは、この、えー、クラウドランの中にオースプロキシが入っておりますので、自動的にパブリック IP でつなぐ。もしくはサーバーレス VPC ア,アクセスを使ってプライベート IP でつなぐ。こういったことができると思います。 あと、クラウドネイティブ DB につなぐ場合はですね、先ほど申し上げたとおり、クラウドの API のエンドポイントというものがあります。こちらパブリック経由でも、プライベート経由でもつなぐことができるんですが、例えばクラウドランからでしたら、このようにパブリック経由でこの API に簡単につなぐことができますし、あとは VPC の中にいる、例えばコンピュートエンジンとか GKE、こういったものからですねも、もですね、自動的に簡単につなぐことができます。 このように、あの、ネットワーク的な使い、あの、つながり方もですね、OSS 商用マネージド DB とクラウドネイティブ DB が違いがありますので、そこをちょっと押さえておくと理解がよくあの、進みやすくなるかなと思います。最後にですね、この Google クラウドの内製化向きなマネージドデータベースはどのように選べばいいのかについて触れて終わりたいと思います。まずよく聞かれるのが、データベースの選定を Yes, No だけで決めるのは難しいです。例えば、まあ、このような、こう、 よく決定義とかって言いますけれども、こうイエス、ノー、こうイエス、ノーみたいに、こういくと、じゃあ、あこれでクラウドスパナ使えばいいんだみたいな、あこういった評価が欲しいんだよねって聞かれることがあるんですが、やはり難しいですなぜ。なぜかというと、求められる要件から総合的に考える必要があるからです。今回は内製化がテーマですので、まず内製化に向いた DB を選びましょうと。例えば、使えないた DB があるんでしたら、それをマネージドで使えるサービスがいいかと思いますし、 DB のことを考えなくても簡単に、まあ、アプリのことだけ考え,て考えておけばいい、こういったデータベースを選択肢になるかもしれません。あとは要件によっては DB の特性を正しく理解して使いたい。例えば何か特定用途向けのデータベースがあったら、それを使う必要があるかもしれません。まあ、こういった形で,です、ねあのー、複数の視点から選んでいく必要があります。まあ、とはいえ、じゃあ何から選べばいいかと言いますと、基本的に最初に検討していただきたいのはこの4つになります。 今、アロイ d b がまず出たてなので、残念ながら今、プレビュー期間中です。なので、プレビュー期間なので、サポート対象ではないので、今、現時点でこう本番環境に選択していただくことは難しいんですけれども、あの、自 a した、この本発表はですね、a r o d b が GA して、あ自 g した後という体でですね、あの、選択するための指針を提供したいと思います。 で、まず、えっ、ー、と、使いないたデータベースをマネージド DB で使う場合は、このクラウド SQL か、もしくはアロイ o d b かっこ GA5 になります。例えば、MySQL とか p o s t g r e s q l こういったものが OSS OS の DB として有名かと思います。なので、もしこれらを使いないという方がいらっしゃるのであれば、間違いなくこれを使っていただくのが一番いいかと思います。追加で考える点、例えば、今回、引きの要件として、可用性の要件がございました。 例えば、クラウド SQL は HA 構成にすることで、稼働率として99.95% 99の SLA を。GA 5の r o i d b では99.99% 99の SLA を提供することが可能になります。なので、例えば、可用性の要件が低くて、低くてというとちょっと語弊がありますけれども、相対的に低い場合は、クラウド SQL で十分な場合がありますし、もし、より可用性が高いもの、 でもやはり互換性のある DB を使いたい。こういった場合は、アロイ DB が選択肢に入ってくるかと思われます。次に、クラウドに特化した DB で、とにかく運用を楽にしたいと。このクラウドに特化したクラウドネイティブ型の DB、例えばここでは、クラウドスパーナとファイアストアがありますが、これらを使うと非常に運用が楽になります。なぜかというと、まあ、ほとんどの、あの、 運用がですね、フルマネージドになっているんですが、なおかつクラウドの、あのーまあ、利点を十分に生かしているので、例えば SLA にして99.99% 99の49がデフォルトになります。で、マルチリージョン構成にすることによって99.999%の稼働率を実現することができるので、例えば非常にあのミッションクリティカルなあのシステムをこう内製化しなければならないとか、非常に稼働率が求められる、もう 極力落ととすすここは許されないこういいいうったシステムにに非常に向いています通常、そのようなシステムを運用すると、非常に運用負担が大きいんですけれども、このクラウドネイティブな DB は、ここの運用負担もほぼゼロで使うことができます。また、無停止でのスケールアウト、まあ、ード追加ですね、ですとか、メンテナンスによるダウンタイムもございませんし、レプリケーションも全自動です。シャーリングも、内部的なシャーリングでの性能向上も全自動で行いますし、万が一、ゾーン障害、リージョン障害が起こったときも、全部全自動で障害復旧が行われます。 結果として運用負担がほぼありません。実際、クラウドスパナを構築するときも、このインスタンス構築の画面はこの右の図のような形になっているんですが、建てたいリージョンを選び、そして欲しい濃度数を選ぶ。これだけです。作った後もですね、濃度を、こう例えば濃度数を追加した場合は、新しい濃度数を入力するだけで自動的に濃度追加が行われますし、濃度削減も自由自在になります。 先ほど、Firestore というのものを、Firestore も内製化向きだというふうに図に書いておきました。なぜかというと、これあの、特にですね、Firebase というモバイルのプラットフォームがありますが、これと組み合わせて使うことによって、あのサーバーサイドの実装とか全部不要になるため、非常に使い勝手が良いです。 例えばお客様がですね、こう、何かモバイルサイトを作りたいなというときに、ま、もしくはモバイルアプリを使い作りたいなというときに、Firebase さえ使っていただければ、裏のデータベースの仕組みはもう全く意識することなく、Firestore を使っていただくだけで、データベースの運用が全自動で行うことができます。Firestore は中にモードが2つあるんですが、基本的に Firebase として連携するものの方をネイティブモードと呼んでおります。 なんでこのようなあのモードがあるかと言いますと、もともとこれちょっと歴史的な経緯があるんですけれども、Firebase、もともと裏ではリアルタイムデータベースというものが使われておりました。で、また一方で、Google ラウド、まあさらに言えば App Engine ですね、App Engine ンン由来のクラウドデータストア、こういったデータストアがございました。この2つをですね、最近、最近ってまあ数年前なんですけれども、2つに統合して Firestore という1個のデータベースに統合したんですね。ただ、 API はそれぞれ違う API が使われておりますので、ネイティブモードはこの Firebase 由来の API、データストアモードはこのクラウドデータストア由来の互換 API、このモードを切り替えることによって API を使い分けることができるという仕組みになっております。なので、ここの2つの使い分けとしては、基本的には Firebase を使う方はネイティブモードをで、もしくは App Engine 由来のクラウドデータベースに親しんでらっしゃる方はデータストアモードを使っていただくのがいいのかなと思います。 さらに言えば、データストアモードであれば、例えば今回、クラウドランというのが、他のセッションとかでも内製化の話で出てきていると思いますクラド。クラウドランもサーバーレスですね。で、このファイアストアもサーバーレス DB ですね。なので、クラウドランとファイアストアのデータストアモードを組み合わせることによって、完全なサーバーレスの,あのシステムを組むことができます。 他には特定用途に特化したデータベースを選ぶ必要があることがあるかもしれません。例えば冒頭で今回ビッグクエリの話はちょっと基本的には除外ですよっていう話をしましたが、とはいえ例えばデータ活用を何かするのを内製化しないといけないという話が出てくるかもしれません。そのような場合はデータ活用するための分析 DB を選ぶのであればビッグクエリを選んでください。こちらフルマネージドなサーバーですデータウェアハウスになります。 無制限のストレージにエクサバイト級のデータに対してもクエリを可能なエンジン、こういったものを提供しております。また、これ単なるデータウェアハウスではなくて、データ活用基盤なので、例えばビッグクエリにデータを1回入れた後に、そこを中心としたこうデータ分析のエコシステムを組むことができるんですね。例えば、機械学習のモデルを作るための、例えばバーテックス AI との連携とか、こういったものも非常に容易にすることができます。 もう一つの特定用途特化型のデータベースとして、クラウドビッグテーブルがあります。これはですね、ノーエスケールの一種のデータベースで、ワイドカラムストアと呼ばれるものを提供しております。まあ、シンプルに言えば、非常に低レイテンシーで、かつ高スループットな読み書きを提供可能な、スケールするキーバリューストアのようなものです。まあ、要はキーバリュース、スケールするキーバリューストアが欲しいときですね。こういったときに使うことが向いているんですが、これ何に一番向いているかというと、 中、なんかこうまあ、キーバリュースター的にこうキーとバリューを入れることができるんですが、バリューの中、緩い列を持つことができます。これ、スパーステーブルというふうに言ったりします。何かというと、列の値が入ってたりなかったり、こういった、まあ、うわ空間、スカスカのテーブルのことですね。こういったテーブルを効率よく使うことができるんですが、これ、例えばどういったユースケースで出てくるかといいますと、テーブル,ーブルに対応の列を保存する、例えばまあ数千列とか数万列とか、はたまた数十万列。 こういった列を保存するようなユースケース、例えば IoT のこうセンサーデータがたくさん入ってきて、これを全部一つのテーブルで受け止めるときとか、あとは機械学習のデータ基盤ですね。例えば、学習済みのモデルが何かしらあって、ユーザーの行動特性とかを、この例えばビッグテーブルに入れておきます。で、いざ、ユーザーがこう例えばじゃあ EC サイトにアクセスしに来たときに、 このユーザーの直近の行動履歴をここからこう取り出して、で機械学習のモデルに入れる。こういったときって非常にまあレイテンシーが重要になりますよね。で、レイテンシーが重要になる、かつこ、この手のこのデータ、行動履歴の生データっていうのは、非常に列数が多い特徴があります。こういったものに非常に向いている、これがクラウドビッグテーブルになります。もちろん、他のデータベースでもこれ実現できるんですが、よりまあ低いレイテンシーですとか、かつスケール、スケーラビリティが必要。 こういった要件をピンポイントに満たせるのがこのクラウドビッグテーブルになります。まとめです。ここまで、本日はですね、あくまで内製化というところに主軸を絞ったので、いくつか省略した部分もございます。まず考えていただきたいのはこの4つの DB ですね。クラウド SQL、ア r イ d b クラウドスパナーそしてファイアストア申し訳ないんですが、ア r イ d b をもし本番環境で使う場合は GA5 に選択肢に入れていただければと思います。そして、 必要に応じて特化型の DB、例えばクラウドビッグテーブルですとか、データ分析基盤であればビッグクエリィ、こういったものを選んでいただければいいかなと思っております。もちろん、他にもさまざまな要件で考え方とかありますので、ぜひあのお困りの際はですね、お近くの,あのカスタマーエンジニアまでお問い合わせいただければと思います。本日のセッションは以上になります。ありがとうございました。佐藤さん、ありがとうございました。 はい、ありがとうございました。それではですね。ええー、と qa タイムに入っていきたいと思います。はい、えー、まあ、qa に入る前に、ね、さっきあのあのこちらから質問させていただいたんですけれども。あの今回ね、紹介した内製化に適したデビューというところですけれども、何を使いたいですかと。これはたかさん、この結果はいかがでしょうか？結果は？ まあ想ある意味、想像通りなんですけども、はい、クラウドスケールが0はちょっとまあ寂しいものもありつつも、<laughs> はい、あとアロイ DB が1位になるのはまあ今回新しい DB なので想像してたんですけど。 予想がつかなかったのが、スパナーがこう2番手に来るか、ファイアストアが2番手に来るかなったんですね。で、まあ、使い勝手が楽ちんっていう意味では、ファイアストアだと思うんですけど、クラウドスパナーがやっぱ人気っていうのも、やっぱそこはあの根強い人気があるのかなってところで,そで、ねまあ、そういった結果が反映されて、あ、誰かが入れてくれましたね、クラウドスパナーに。ありがとうございます。はい、まあでもあの、AroidB、今回、大々的に発表したこともあって、はい、皆様の関心を引いているのかなっていうことが、はい、あの改めて認識できました。ありがとうございます。 ありがとうございます。えー、それではですね、質問をおに入っていきたいと思います。はい、えー、そんなあのおー、えー、アロイ DB のね、えー、質問ですけども、AWS のオーロラと比較してアロイ DB の特徴はどのようなものがありますかという <laughs> ちょっとあの答えにくい質問ですけれども、まあアロイ DB の特徴というところでどうでしょう。そうですね。はい、あのー 基本的に、まあ、あの他社との比較という意味では、あの僕はオーロラの専門家でも何でもないので、はい、ちょっと比較して答えるのが難しいんですけれども、はいまあ、一般的に AroidB がじゃあ何をあの売りにしているかと言われると、まあい、いくつかあるんですけれども、例えばあのすごくユニークなあの特徴としては、a ロ o d b って中にこのカラム型エンジンというものを積んでまして、うん、いわゆる分析系のクエリもある程度、うん、あの処理することができるんですね。 なのでそこはあのすごくあのまあ変わったというか、面白い特徴かなと思います。で、こういうとあ、じゃあ、a ロ o d b で分析系のクエリ投げればいいのねとか、うん、BI とか DWH は全部 a ロ o d b ねっていうちょっと発想になってしまうことがあるんですけど、はい、そういうわけではなくて、あく,らあくまで分析 DB であれば、今回,はちょっとあの今回のセッションでは説明をはしょりましたけれども、ビッグク,クエリですね、こちらを使っていただいて、はい、まあその簡単な分析系であれば、a ロ o d d b を使ってまあリアルタイムに、まあ、いわゆる本当の,あの最新のデータを使って使うとか。 こういったこともできるかなっていう意味で、より選択肢が広がったと思っていただければと思いますなるほど。まあ、だからこそ、内製化に最適化、最適な DB と、まあ、両方、まあ、小さい環境であれば、アロイ DB でも、ね、そうです、ね、対応できるっていうところからっていう意味なんですかね。はい、はい、そうだと思います。ありがとうございます、えー。クラウド SQL と比較すると、アロイ DB が今後主流となるのでしょうか、クラウド SQL のほうがいい点ってありますか そうです、ねまあ、ここ、分あの思われるかと思うんですけど、2点、まあ、クラウドスケールの方がメリットがある点が2点あります。まあ、1つはコストですね。あのはい、今、すでに AroidB のプライシング、ドキュメント見ていただくと載っているんですけど、はい、まあクラウドスケールでも若干値段上がっております。それはまあ複数の機能があるからというところもあるんですが、そういう意味では、よりコストを削減するという意味では、まあ、クラウドエスケールで問題なければ、クラウドエスケールで十分かなというのがまず1点目です。はい 2点目が、r o i d p は確かに高性能なんですけれども、今のところ、Postgres SQL 互換のエンジンしか提供しておりません。です,ね、ですので、例えば他の MySQL ですとか、SQL サーバー、うん、こういったあのデータベースとの互換性が欲しい場合は、うん、クラウド SQL を使うことになるかなと。まあ、そこの2点が、あのクラウド SQL のほうが良い点ということになります。ありがとうございます、えー。じゃあ次の質問いきます、えー。クラウドランからクラウド SQL につ、え、な、ー、げる場合、 えど,ちらのど,どちらも同一の VPC 内に配置するよりも、クラウドエスケールオースプロキシーを使うことを推奨しているような公式ドキュメントを見た気がするのですが、理由が分からないので教えていただけないでしょうかという質問を今回使ったスライドの中の図でいうところの、あのパパクラウド欄からパブリック IPK でつないでいるか、うん、プライベート IP で VPC の中に入ってつなぐか、この部分の話だと思うんですけど、はい、そうですね。あの 推奨って言われると、まあ、ちょっと判断が迷うところもあるんですが、オースプロキシーって何が便利かっていうと、うんうん、この経路の暗号化と、はい、あと IAM 認証ですね、ここをこう全自動で、はい、あの何も設定なく挟み込めることなんですよね。はいで もともとパブリック IP つなぐとこうインターネットに出てるから、そこは当然経路の暗号化したいよねっていう話があるんですが、昨今ではやはり VP c の内部、プライベート IP でつなぐときも暗号化って必須だよねっていう考えが主流になってきています。そういう意味では、煩雑な TLS による暗号化とか、こういった部分をこう投げるためには、オースプロキシーをあの使ってしまった方がまあ楽だっていうところがあるのと、あとはあのデータベースにつなぐときにデータベース認証、いわゆるデータベースのユーザー名、パスワードを使って認証するば、はい。 IAM に頼ってしまうかっていう意味では、オースプロキシを使うと IAM 認証がそのまま使えるので、こういった面で、トータルで Google クラウドの,の VPC のとか IAM のいろんなものを全部ひっくるめて使うっていう観点では、オースプロキシを使った方が便利なことが多いかなっていうのがあります。 1>, あで1点だけもう1個使う、使う加えると、はい、オースプロキシーって使っ,たことかと使ったことがある方は分かると思うんですがこうダウ、バイナリをダウンロードして実行して起動させるんですね。はい、なので、あの例えば GC とかコンピューテエンジンとかの上で使うときは、それを起動させて、じゃあそれをどうやって落とさないようにするかみたいな、うん、てあのもう1個の手間が発生してしまうんですけれども、はい、クラウドランだと中に、まあ、 埋まってるって言い方変なんですけど、中に埋まってるので、ンと一緒に上がって下がってくるので、そこの手間もないので、そういった手間なく使えるっていう意味では、下ランから使うときは、オースプロキシー使ってしまっていいのかなというふうに思いまありがとうございます。えー次の質問ですね リレーションが重要で複雑なクエリを行う必要があるデータを扱うが、社内の限定的な利用といった、そこまでリアルタイム性や大量の同時アクセスを使用しないというケースで、運用金額コスト削減のため、サーバレスのサービスで使いたいという場合、どのようなサービスがありますでしょうかなかなかこう難しい質問になるんですね。 優先順位を、きょ、うんまあ、今日話した通り、Yes、うん、イエスの o で全部選ぶのは難しいので、必要とする要件から優先順位付けをして、どれが一番欲しい特徴なのっていうところを多分選ぶ必要があるんだと思いますと。はい、で今回、リレーションが重要でとで、複雑なクエリを行う必要があるデータ、まあ、これから仮定これ聞いた感じで仮定すると、おそらく、まあ、SQL を使ってリレーションデータベースを使う方が一番いいのかなという観点で、FIRE、うんまあ ストアはちょっとと一旦除外されてしままうのかなと思います、はい、じゃあ、そうすると、クラウド SQL とア r o i d b とクラウドスパナーという選択肢が残るわけですが、はい、もう1点ちょっと残したいのが、ちょっとこれ、はい、あの実際会話してみないとわからないんですけど、実はこれがもし分析系の,あの実は処理とかであれば、はい、ここにビッグクエリという選択肢が入ってくると思います。すねはい、なので 例えばまあビッグクレイサーバーレスですし、ストレージのコストも結構比較的安価なので、例えばリアルタイム性とか大量の同時アクセス必要しないという意味では、こうどん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 ビッグクレイに貯めてしまって、必要に応じてオンデマンドでこうクエリを投げる、こういった使い方ができるっていうのと、いやいや、いわゆる OLTP 系の、いわゆるなんかあのアプリケーションの裏で使うデータベースなんだよっていう場合は、クラウド SQL を使っていただくのがいいのかな、ただここサーバーレスではないので、もしサーバーレスにこだわるのであれば、 <laughs> ビッグクエリーか複雑な処理がちょっとしづらいファイアストアになるので、こうはい、一長一短なんですよね。ねなので、はい、実際にじゃあ何がいいかといわれると、ビッグクエリーを使っていただくか、クラウドスケールを使っていただくか、はい、この2つになるかなというふうに思いました分かりました。 田中さんあの時間は大丈夫ですかはい、まあ、大丈夫です。大丈夫ですかじゃあ、ちょっと、えー、もう少し聞きたいと思います、はいえー。クラウド SQL にパブリック IP を持たせることのセキュリティリスクはありますか基本的にオースプロフキシ経由でのみアクセスできる前提ですという質問です。はい、これは、まあ、かんリスクの考え方にもよるのかなと思うんですが。 そうですね。何かそのパブリック I. P. を持っていることそのものがリスクになるということはないと思います。実際このパブリック I. P. あのいわゆるアローリストっていうせ、あのいわゆる接続元の I. P. アドレスとかをこう。 設定して、それ以外の鉄続元は拒否するとか、こういった機能がありますので、基本的には問題がないかなと思います。また経路の暗号化も今回、OS プロ xy を使うということなので、暗号化もされてますし、問題はないと思います。なので、基本的にはここはもう皆様の会社のセキュリティポリスの考え方であの使っていただくかなことかなと思います。例えば、先ほど言いました通り、パブリック IP だから危険、プライベート IP だから安全っていうのは、これ、すごくまあ、 若干危険な考え方だと思っていて、今時はもはプライベート IP であっても暗号化するっていうのが一般的になってきています、はい。です,ねはい、ですので、ああ基本的にはポリあの御社のポリシーに照らし合わせて適切な処理をしていただくで、パブリック IP だと、この,あの IP アドレスのアドロリストとか、こういった設定も追加で入ってくるので、そういう差異をちゃんと意識しながらあの適切な設定を施すと、こうすればあの特にセキュリティリスクはないかなと思いいますはい、ありがとうございます。 えー、そうですね。ガスからの接続ですね。えっ、ー、と、ガスア,プリアップスクリプトからクラウドスキュール SQL やアロイ d d b を使うよう。 になる予予定定使えるるようになる予定はありますかという、ね、うほど面白い面白いというか、あのガス、ちょっと僕もあんまり触ってないので、わからないと、はい、いうところが正直なところなんですけど、えー、確かガスってあのドキュメントを見ると、えー、MySQL とかの JDBC の設定は書いてあるんだけど、はい、確かポスグレは書いてなかったとか、そういう話だと思うんですね。うん、で、うん、ごめんなさい、これ答えをから言うと、僕、わからないです。はいで あと、アロイ DB っていう観点だと、今のところ、アロイ DB ってプライベート IP の,あの口しか開いてないので、ガスから多分繋つなげないと思うんです、仮にあのつなごうとしても。なので、この観点では今のところ難しそうだなっていうのがあの感想です、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、えそうですね、あとに2つですね。クラウドネイティブ DB は API のエンドポイントを介して接続するところのことですが、レイテンシーは OSS の DB とほぼ変わらないですかという質問ですね。 はいこれすごくいい質問ですね。うん、で、これってちょっと状況とかにもよると思うんですが、そうですね、あのどうしてもネットワーク的な距離と、あと間に挟まっているこのレイヤーって考え観点だと、やはりクラウドネイティブ DB の方がこうが API の口があって、そこからまった内部的なこうエンドフロントエンドを挟んで、データベースのこうインスタンスっていうんですかね、うん、コンテナに接続するので、やっぱ若干、 あのネットワーク的にもも挟まっていいるものが多いです、はい、なので、例えば、じゃあ、このレイテンシーがどのぐらいのレイテンシーを気にするかにもよると思うんですけど、例えば、じゃあ、1桁ミリセックのレイテンシー、もしくは 1, 1桁ミリセックを切りたいレイテンシー、こんなレイテンシーを考えてるんだったら、の OSS の DB というか、いわゆる、まあ、の同じ VPC 内で、あのー、コンピュータエンジン上に立てるとか、はい、あとはまあクラウドエスケール内であ DB。 アロイ DB を使う。こういった方がレイテンシーは早い、あの早いというか、レイテンシーが低いですね。うん、なのであの、レイテンシーを気にされるんであれば、クラウドネイティブ DB は若干確かにあの注意して使う必要があります。うん、特にクラウドスパナーなんですけれども、クラウドスパナーってデフォルトで、はい、例えば東京リージョンに建てると、東京リージョンの3つのゾーンをこう分散して使うことになります。うん、なののででどこからつないでもこの 全ての像に行きうるんですね、はい、なので、そういう意味では、非常にやっぱりレイテンシーっていう観点で、あのネットワーク分でこう数ミリセックが乗ってきてしまいます。うん、なので、例えば、じゃあ、スパナーのレイテンシーがすごく遅くて、じゃあ、3桁ミリセックとか1秒とかかかるかって言われると、そんなことはないんですが、1>, うんうん、1桁ミリセックをスパナーでコンスタントに出せますかって言われると、厳しいですという回答になってしまうので、うん、そういう意味では、ちょっとあの若干差が出てくると思います、まあ、あのそのほかにいいところ、たくさんありますもんね。はいそうです はい、ありがとうございます最後の質問です、えー、サーバーレスなクラウド SQL の提供はいつ頃になりますかというところですけれども。<laughs> はいあの分かりません <laughs> という答えになってしまうんですが、うすね、まあこういった新しい製品ですとか、新機能の,あの、まあ、要望というのは、我々受け付けております、ですので、皆様の声がたくさん集まれば集まるほど、あの実現が近づくと。 いうことですので、ぜひあのまあ、あの我々特にあの皆様お近くにあの弊社の担当の方のものがおりましたら、ぜひそちらにお声を届けていただければと思います。はい、えー、それではですね、えー、Q&A 時間はですねこちらで終わりたいと思います。佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。